皆様妻にございます。それではこたびも戦国最強の不死鳥始めてまいりましょう。南部春政動き変えたね。じゃあ3本じゃこのまま引きましょう。1回春政こっち来そうな気がすんな。しまった、引くべきじゃなかったかもしんない。まあいいや。さあ滅んだのは河野。そうで当然こっち来るよね。待てよ、格の盾に向かいます。うん、この二部隊でいいね。出陣しましょう。取れろ。さすがに取れんか、いきなりは。強行16日なんだけどな、これ多分16日経たずに来るよな。11日で来てるね。2万の1万7000でしょ。ワンチャンなさそう。このワンチャンはなさそうだな。他にどっか出せるとこはないか。このフェニックスの隊が3人ずつ出ちゃってっかんね。まあしょうがないよな。このここいや、ここに勝てれば花巻を押せるってことで。あ、落ちたでしょこれ。花巻落ちてる、落ちてる、落ちてる、落ちてる。動き変えたのが完全に技してるわ。ナイスナイス南部。よし落ちた。ざまみろ。さあ捕獲でドン。久野平、実親と最上義盛。義盛はね、可能性全然あるでしょ。だから久野平だけ首をいただきましょう。さらば。無念だ。よしよし、5部隊2万1000。これさ、波の大名ならこのままぶつかるんだけど、波以下も波以下だからな、ぶつかれないのよな。平田隊合流させよう。平林の1番山形米沢、これでしょ。この29,500、3万で持って、いや横手城にしよう。横手城つきます。四十九日、皆さん行きましょう。続いてください。で問題はこの隊よな。とりあえず部分入場でもって高一等の大石隊入れましょうか。でフェニックスは岩清水に移動する。遅れを取るな、待機せよ。さあ信玄と山名助とよ。ここ信長動かした方が良かったんじゃないの。信玄勝利。いやしかし城一個取んのにえれえ苦労したな。でフェニックスが香水寺を使うとどうなるかな。出陣せよ。当然動きは変わると思うんだけど、これは1万9000の1万2000か。こっちは厳しいね。まあ相変わらず難しい状況ですよということなんだが、でもう一発大義名分打っとこうか。この心だし、これで戦意相当上昇するんじゃない。そうだよね。で王女さん言ってみただけです。はい、すいません。しちゃあこのままいきますか。取り付いちゃったぞ。強行ですぐ落ちんだけど、すぐじゃない、30日もかかんのか。ただここね、来んのよ敵が。そうルート上に入っちゃってんだよね。だから手を打ち下がれっかな。下がれそうだな。進め。これもう全部集まってる。まだ集まってないのか。なるほど。11,900が、あーでもさらにそこに集まるってことか。これ間に合ってないか下手すると。待てよ、待て待て待て、騎乗だわ。これも騎乗だわ。多分このまま押し寄せてくるとは思うけど、まあ、そこをどうしのくかだね。我が領内に、そうなるか。迫っております。伊沢に来る。もうちょっと見よう。横手城からこれ出てないんだ。へえ。じゃあ北がすごい空いてるってこと？そういう感じだね。ああこの辺暑いな。久野辺さんの辺ね。あれ寺池
ああ、そういうことか。全部入れちゃったのか、花巻に。なるほど。そらいないわ。待てよ。まず、鶴岡から角の手を突こう、再び。6300の持って角の手に行きます。で、これが1万9000でしょ？これが2万1000。また思いっきり集めればなんとかならんかな。どうだろう。ここで、いや、兵がいないな。平林の軍、鶴岡に合流させればよかったな。3万6900で持って、伊沢に向かいましょうか。で、まだ遅くないか。平たい下げて、ここは、角の盾に対して、平林の隊員も合流させて、1万6200で持って、角の盾に行きましょう。よし、行きます。さあ、花巻に来る。ここは籠城。頑張れよ。とりあえず城門は全部固めてるからね。これより我ら北条家も、いいからもう来てもいいからさ。援軍も来てお願いだから。ご命令ください。米怪しいな。あ、言うてでももう6月か。なるほど。武将誰か空いてない？誰もいねえ。あ、ここにいる。一人いるね。じゃあ、岐阜から長沢を移動させます。かしこまった。で、寺井家に長沢が来たら、三戸、九戸を攻めさせる。雫石も悪くないな、これ。まあ、この隊がどう動くかにもよるね。じゃあ、準決勝だね。この城周りの準決勝全部ぶっ壊されちゃうからさ、それがまた問題よな。よし、じゃあ、行くか。花巻、どうなるかだな。まあ、とりあえず、伊沢さえ取っておけば、花巻取られたとしても、伊沢から速攻で出して、取り返しても、最悪いいからね。行きましょう。さあ、今川と三好、無論、今川。手を貸してやろう。さて、なんか引いたね。何かが引いた。さあ、伊沢城に黒川隊が来ましたが、まあ、ここも、籠城で。で、まあ、すぐに来るよね。そしてだ。ここ、12,700。いけるかな ?12,700。いや、もうこのまま角の盾でいこう。さあ、激突。揺るがず。揺るがず。我らに勝とうな。よし。10年早いわ。で、2万9000の2万1000か。いけるんじゃねえか、これ。打ちましょう。行こう。進め。ここ殲滅できたらバカでかいんだけど。で、伊沢城からの隊を合流させてもいいな、これ。そうしよう。本当は伊沢城の隊で、雫石御所をつかせるっていうのも手なんだけど、ここはでも合流して、確実に勝ちを取り行こう。伊沢城、6500。これで、花巻に救援に行こう。で、寺井家から、九戸に向かいます。兵糧が怪しいか。兵糧買えばよかったな。まあ、3000で十分。進め！参りましょう。報告いたします。ここで帰るね。よし。今は7月？これより、さあ、表情。表情を行う。策がございます。対名公安。あー、これもまあまあ欲しいけど、どうだろうね。さて、まあ、とりあえず、脳症で行きましょう。光った。大崎、フェニックス、ジュニア。これにて表情を終え。で、ここ光んねえかな。光らないね。鉄の奥行こう。鉄の奥かい。以上。ご命令ください。よし、頑張ろう。しかし、うちもだいぶ兵減らしてんね。こうやって見るとね。ボロボロだよ、本当に。で、7月、米買いましょう。取引を行います。高え、42か。取り計らい。完全に足元見られてんな。さあ、まず、ぶつかる。采配次第か。こんなに差あるのにな。行こう。いや、まあ、さすがに、倍近く兵力差あるからね。なんとかなるとは思うんだけどな。
何度戦おうと変わらぬ。アルマセよ、貴様では我らに勝てん。ゆえだいぶ円のサイズにばらつきがあるね。ああ、これは朗報っちゃ朗報だな。それではこういう感じで戦っていきましょう。参ります。花脇の戦い、ここも大事な戦だぞ。頑張ろう。大将これだろうな、きっと。敵の居所9300、でかっ。しかも石川貴信か。300は逆に小さすぎるぞ。沼そこにあるのか。下ってこよう。覚悟せよ。まあ、まだ仕掛けてこないよね。とりあえずこの300打ちのめしたいな。あー、襲いかかってきた。まあ、それに対しては大崎隊が立ちふさがろう。でぐんぐん下がって、おとりチャンス132。いや、それは構わんぞ全然。始めるぞ。で大崎隊うまく立ちふさがってんね。ああ、そういう風になったか。まあ引くのをまずはサポートしようか。本当は側面ついて一気に押し潰せる隊があったらいいなっていう感じで側面ついたけどダメだったからね。まあ当初の予定通りここにずらっと並べて罠とドラを使いながら戦っていこう。これ南部ハルマさ、罠にかからんかな。ね、罠にかけたいよね。やりたい。前へ。かかるなこれ罠に、きっと。始めよ。じゃあ上げるか、こっちの体を少し。始めよ。強撃に乗るように。さらに島津隊が引く。始めよ。かかれ、罠にかかってくれ。前へ。手を打ちましょう。ご命令を。いざ進まん。やりたい。前。かかるでしょこれ。かからない。なんでだよいや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 、おかしいだろ。始めよ。そう、入ってんじゃん完全にずるいわさすがに言わせてもらうけどずるいわそれは。やりたい。前。おかしいんだよな絶対罠見えてっから。臨戦多すぎでは。お前これ臨戦であんこ2つもうすぐできんじゃないか。勘弁してくれ。ちょっとこのちっちゃい舞台の方が乱れてるね。少し落ち着こう。大崎隊が上がってくる。でまあ強気を乗せよ。で嫌がって引くやん当然ね。引くんだったらここで落ち着く。286。覚悟せ。まあもうちょい頑張ろう。壊滅してもいいやっていうのはちょっとおかしいよな。286下げるか。さあ再び来たね、南部ズル春政が。いやマジでズルいでしょ。よし壊滅。さあ来たね、竹の股が上がって強撃を食らわす。これも壊滅するかな。さらにじゃあ引っ張ろう再び。罠にかけるように。かかるかどうかは別にしてな。かかれかかれかかれ。かかるでしょこれ今回こそ。始めよ。始めるぞ。本位に対戦入ろう。覚悟せよ。完全に入った。頼む。よし、やったぜ卑怯者が。じゃあこうでここ南部春政を散らそう。対象部隊でいいでしょここは。石川貴信が必死に救援に来てんね。じゃあその貴信の背後を突こう。でこう競技入ったね。足止めそっちかい。いや、こうでしょ。始めよ。いや、攻撃乗らんな。回想しろ、回想しろ、回想しろ、回想しろ。回想しろ。よし、あ。遅そう。突撃じゃないな。足止め、足止め。これ追い込めるでしょ、一気に、ナンバーハルマさん。回想、ああ、だったら。こうしたい。ナンバーハルマさん。始めよ。とりあえず、落ち着かせたい。いや壊滅しちゃうのこれ。まあいっ か。よしとしよう。負けるとは。十分十分、戦果としては十分も十分。戦法使わなかった結局ね。臨戦であんこが揃うみたいなこと言ったけ ど10年早いわ。よし、いやいい勝利だったんじゃないのこれね。さあ捕獲でドン。石川貴信、すまんな。
可能性のない人間は切ることに決めてんだ。さらば。深く。石川貴信切ったぞ。いけるこれ。絶対にいける。今行かなきゃ嘘。ここは、雫石御所。違うな。いや、雫石御所だ。行こう。進め。引いたね、香水事情ね。なるほど。これ、8日後でしょ ?5 日後か。いや、まあ、これはこのまま格納とでいいや。いや、完全にチャンス来たわ。あとは米だけだ。さあ、雫石御所取り付き。強行48日。そんなかかんの?いや、でも一舞台だから本丸までいけるね。いや、角館でこのまま行こう。角館で激突するんだったら、勝ったら取れるからね。なんか来た。待って、なんかおかしなことになったぞ。じゃあ、横手に向かおう。出陣しましょう。なんか、バタバタしだしたね。南部が。4700。25200。まだそんなんいんのか。長沢が、角館に向かってみよう。横手は取れずか。ここ4なんだよね。縄文が。だから長引きそうだから、平田角の手に向けて、長沢を、まあ、区の辺に向けよう、そのまんま。ついてこい。報告します。先月の収支。よし。また一つ押したぞ。で、翌月米が入るよね。なんとかなってんのか、これは。なんとかなってるって。かしこまりました。言ってください。お願いします。ズマ、お前よくやってるよって。コメント打ってお願い。もう、胃の中身が全部出る。臓物が全部外に出る。パソコンの目の前で脱腸して死ぬ。いや、マジ、ストレスが半端ないんだけど、変な汗かきまくってる、今、額に。はぁ、きっちぃ。いや、でも、なせばなるもんだね、結構ね。この25000うるさそうだよね。行きます。進むのです。じゃあ、行きましょうか。待て、米買おう。取引を行いましょう。これで今月持たないかな?どうだろう?行くぜ!あ、持ってるわ。よかった。とりあえず今月もじゃあ、来月秋だからね。行きましょう。なんか、区の辺動いてんだけど。さあ、信玄。信玄、さらに西に行ってんだ、これ。待って、姫路城取ってね。なんだ、これは。なんだ、これは。アサリサダより、25000。まあ、でも、城に来んだったら、それはそれで構わんけどね。長沢、光国、どうすっか、これ。冷や文字行っちゃうか。これは一体何しに出てきてんだろうね、この二部隊は。どこに合流するんだろう。これか。え、これ本当に。あ、これだ。なるほど。じゃあこのルートでもって檜山城に行きます。進め。なんか変な動きになった。まあそれはそれでいいか。でさ、竹だよ竹だ。すげえな、姫路まで行ってた。こんな竹だ初めて見たんだけど。ていうか、いつもここに来る前に、だいたい武田叩いてんだよね。いや、もう、だ、いかに身長が遅いかよな。まあ、しょうがないっちゃしょうがないんだけどね。ここも今月中落ちるよね。交渉できる。あー、どうだろう。交渉しようか。10日の時惜しいような気もするけど。交渉しよう。いきます。さあ、交渉。ジュニア。行こうか、ジュニア。北信近。全面解放 71%! 切った!信近。よし!見たか。我が軍略。やったぜ!だったら、ここに移動する。あ、待てよ。これ、いきなりクイッて来られると困るな。困るけど、行くぜ!ひとまずどっこ。さあ、足利と朝倉。足利でしょう。
別にどっちでふさわせるもいいけどね、こんなんで。とりあえずオンを打ってくる。さあ、横で取り付き。ただ、包囲できないのよね。包囲すると69日なんだ。まあ、とりあえず強行を命じておいて、ここはすぐに、動きを変えよう。平田隊は角の手に向かいます。ここ縄文2だからさ、囲めるよね。うん。で、アサリ隊はまずはやり過ごす。やり過ごせない。特古城に取り付いた。攻撃150日。まあ、とりあえず攻撃を見る。で、即座に動きを変えよう。石川城、行きます。行くぜ。北の地で暴れ回る。ついてこい。で、米ないな、もう。あ、大丈夫だ。全然足りてる。さあ、秋が来ました。米が入る。おいー！報告します。先月の収支です。あ、全然入ってんね、米が。マジ？ください。マジで？全然米入ってなかったんだけど。喋れてなかった、今。衝撃がでかすぎて。ちゃんと喋れなかった、今。入ってたららららららってなっちゃった。まあ、でも、農兵雇いまくってっからさ。確かにそうはそうなんだよね。これ、この辺で一発講和でもいいぐらいだな。ね、お互いにめちゃ厳しいもんね、今。ただ、もう一条ぐらい落としたいなっていう欲も正直あるんですよね。とりあえず、フェニックスの隊、部分入場させよう。238は入れちゃっていいでしょ。で、フェニックスが、横手に向かうか。遅れを取るな。そうしよう。部分騎乗でもって、桃の井足利、人望下げよう。で、これでも4部隊いるよね。5部隊いるから、横手城つける。よし、じゃあ、進めていきましょう。角の盾取り付き。方位で。方位、あれ？あ、なんだよ。3か、ここ、ふざけんな。いや、ふざけちゃいないけどさ。3か。しまった。それはしまった。引くか、平田。しょうがない。頑張れ、長沢。北の地では暴れ回る男、長沢。で、花巻にアサリが来る。牢城。まあ、しばらく持つでしょ。武田と朝倉。武田でしょう。これね、それでもね、朝倉にはいけないんですよ、僕。っていうのは、何がなくとも、合唱のご内緒が怖いんでね、朝倉にはいけません。朝倉、可能性なさそうだったもんな。結構強い連中ばっかだったし。おっと、出てきたね、小山、秀綱。じゃあ、さらに動きを変えて、野辺地に向かいます。さあ、南部が吠える。必ずや果たしてみせよう。武田と山田公は、さあ武田と三好、武田やべえ。手を貸してやろう。さあ横で取り付き、方位で69日か。ちょっとかかるな。しかも援軍が出てる。6200、問題はなし。だし、長沢がこう言ってしまえばっていう話だよね。あー、詰まってんね、だいぶね。こうはしよう。お首切ってっから無理か。そうか、おじ上の仇、そうだね。石川貴信切ったわ。報告いたします。さて、これより、さあ、表情。表情を行う。米がないんだよな。まあ、とりあえず、脳症でいきます。光らず、フェニックス、イロベ。ほんま。これにて、表情を終える。証券支援もいいけど、兵糧流通じゃないか、ここは。兵糧安売りがあったらでかいんだけどな。以上で。ご命令ください。ここ、とてもじゃないけど、耐えられないな。と、この2万1000がうるさすぎる。いくらなんでも。ので、これ、フェニックス返すべきだと思うんだ、僕。返そう。しょうがない。で、これ多分、この中のどれかが、押し寄せてきそうな気すっけど、まあまあ、でも大丈夫でしょう。いきます。敵が我が領内に。まあそうなるよ、当然ね。雫石御所か。嫌なとこ来たな。1万6000。我慢。
さてでそろそろ帰ってきたよね。まだ帰った。これそうか、寺池はこれか。なんか集まってんだ。なんか集まってる。やってやろうじゃねえか。これこうなっちゃったら多分この長沢光圀の動きもう意味ないな。やめよう、おしまい。でまずは浅利貞頼に向かいます。じゃあこの大きく動かすべきかな。3万5000で持って花巻に向かいます。遅れを取るな。いやこれほんと南部とこうはできんかな。老女、まあ、ここすぐに本丸まで来られちゃうよね。こうはできず、まあしょうがないけどね、首切ってから。さあ、あ、武田四国まで行ったのか、すげえな。うお、勝ったぞ、やば。なんというか、あ、取られちゃったか。取られたか。いやまあしょうがない、すぐに行こう。天宮が朝倉を滅ぼした。これ足利と始まらんかな。ですぐ取れるよねこれ。そしたら取れた、やったぜ。え、これ展開的にはすごくいいのでは。じゃあフェニックスはこのまま雫石御所向かうか。2万2000の1万5000なんとかなるでしょ今の我らなら。行きます。行けなかった、報告します。いやでもすぐ取れてよかったね。ご命令ください。米がねマジでなさすぎる。月1万、これ雫石御所攻撃したらそれっきりだわ、もう何もできん。民の穏やかな。さあ北条が吠える、来んなよ来んなよ、分かってんな、来んなよ。それは我ら北条の役目。よし行けた、分からず行きましょう。さて来て、ここ殲滅してもそれっきりなんだよなきっと。まあでもね、戦にはまず勝たないと話にならんからね、頑張ろう。まあドラだね、最近また泥の厚さに気づいてしまったよ。で沼沼ドラ沼沼。それでは参りましょう。まあ兵力差があるからなんとかなるとは思うんだけどね。始めよう、覚悟せよ。その兵力差も7000か、どうなんだろうな7000って。手を打ち、ね、さあ来たね。1900か、は何かかたのかこっちが。いやすげえダメージ食らったな、うずめび。向こうも鉄砲がある、強撃乗って嫌がるよね当然ね。覚悟せよ。まあ、こっちも鉄砲あるからね、それはきっとでかいよね。ただこれは罠にかかるでしょ。やりたい、前かかれよ。前寄せては引きするな。青田隊の、あ、青田隊っても鉄砲打たなきゃ突撃乗らないか。あ、来た、完全にかかった。ゲッチャ突っ込む、ケマナいるね。これ始末だなの、こうだな。やりたい、で、こうして絞り上げられないかな。強気乗ったね、引くか引くか、引いたな、しょうがない。じゃご命令を、いざ進む。鉄砲が火吹いたんで突撃乗せる。で、そうするとこの2ボタンに突撃が乗ってフラフラとしだすよね。そうだよね、はい、うん、この動きいいよね、うん、鉄砲の突撃ってすごく効果的だと思うんだよな僕。で、この部隊もうどうしようもないじゃないか。再び突撃を乗せよう。そうするとまたこの2部隊は無効されるよね。ちょっと突っ込むか。で少し前に出て、この隊も磯目も壊滅させられるよね。こんなに横吹く隊長もうダメでしょ。出だ、北を向き。最近さ織田強くね。いやなんかね、普通に戦えるようになってきたよね。相変わらず被害はすごいんですけど、士気が下がらなくなってきたのはっていうのはあれか、大義名分入れてるからか。いや多分そうだな、大義名分の効果で士気が落ちにくくなってんだきっと。なんかそんな気がするわ。臨戦青田隊少しずつ少しずつ追い込まれてんね。いや鉄砲突撃でさ追い返しまくってるのはでかい。これめちゃくちゃ効果的に働いてるわ。ぐわーってくるんだけどスッて引くんだよな。やりたい、まあ飛び込んできたら強気が入るってのはでかいんだろうけどさ。おっと、よし壊滅。てか士気が全然尽きない。こんな熱い戦いあります？鉄砲突撃、こっち向かっしょ。
でもこっち側に進めちゃう。前覚悟しろ。さあウェルカムトゥーザヘル。鉄砲突撃で引き返す。こっち壊滅しないかな先に。ああ獣隊壊滅しちゃったか。まあしょうがないね。やりました。被害は大きかったけど、まあでもしっかりと勝ちを取れたのはでかい。負け犬ども、お見事。消えうせい。やっぱ被害ちょっとこっちのが出るんだよな。まあしょうがないことなんだろうけど。さあ捕獲でドン。磯目知略61か。どうなんだ知略61って。可能性あるでしょこれきっと。ので初段はなしで。片付けない。また会おう。さてこれさ、フェニックス香水事情かな。おっきくでも兵減らしてんのよね格納だとかさこの辺。ただいやこうはしてえな今。香水事情行ってみるか。遅れを取るな。で部分入場でもってお神隊入れます。さあ出てこい。出てこなかったが包囲で交渉できる。ここ講和会場に落ちてくんないかな。ここが講和会場に落ちたら僕発狂する。さあ来い落ちろ。人望頼む。久野辺講和会場もらったぞ。This is big! アシュフェニックス騎乗お疲れ様でした。やったぜー。よーし織田は死なず最高の形で戦を終えれたわ。さあということで最高の形で南部との講和を結ぶことができました。これは次回の構成でもって一気に南部を滅亡まで追い込めるでしょうかといったところで今宵はここまでにいたしとうございます。この動画楽しんでいただけましたら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。